ロビン君にはあるよ。ロビン君にもちゃんとあるよ。え、なに、キンキン、ダークソウル1、2、3。いや、そう、だからデジモンワールド1、2、3か、セキロか。いや、セキロマジやってほしい。セキロじゃね、いや、投げ出さないでやってほしい。いや、でも多分、三が日で3日あれば終わると思うんだよ、セキロ。さすがに。まあ、人による。いやマジで人による。あの初見で20時間台でクリアする人もいるし、俺みたいに40時間かかる人もいるし、いや40時間はだいぶ優しい方だと思う。あの あるボスのところで半分の人がやめてる。はいはいはい。割と大ボスの2人目ぐらいのところで 50% の人がやめる。なんか10日ぐらいまでまったりそれを配信して、はいはい、まあその近くで配信して10日からもうがっつりモンハン、あせやなに移行するのは熱いなぁと思ってて、じゃあ俺このタイミングで適当に。いやなんでモンハン、モンハンやろうよ。いやいや、もうクリアだ。適正っていうもんがあるんだよなって。まあ俺としては多分命捧げるつもりでやるからな。うん、最初にやっぱ戦士先生から入ろうと思ってるから。俺まずカプコンの本社から始めようかと思ってるから。いやいや、カーゴボットに攻撃。京一郎さん NG です。京一郎さんNG 入ってるんで。あれっつって揺れたよっつって、ひどいけど揺れたよ。なんもないです。いいなぁ。いや俺なんならあの何周目とかじゃなくて初期データで俺またセキロやろうと思ってるから、若干。いや、ま、マジで面白いからな。俺もう二度とやりたくないっつってんのにもう3日経ったらこれだよ。俺だって今日もうエンサと戦いたくてしょうがなくて。あ、まだやってないんだっけエンサ。ああ。エンサは楽しいやろうな。まあ俺エンサ匂うぐらいやったけど、匂う、あいつはそう匂うぐらいクンクン近く行ってた。あ、俺使わない。あいつはあれだね、戦い方が全く違うからさ。そうだね、俺が好きな戦い方じゃない。セキロってストーリーとか、あーこういうことかみたいな感じで見ながらやってる、それともまあとりあえずボス巡ろうかみたいな、ね、いや俺見ながらやった。見ながらやった。あー、うん、エンサの鬼については何も知らねえ。あーだ、それに関するメッセージをどこでも見てないんだよね。なるほどね。え、シャカ君してんのそれ、その言い方。いや、なんもない特に。あ、でもあれは多分俺も分かんなかったけど、うん、見たら分かる。ちゃんと見たら分かる。マジ、うん、見るだけで分かる。え、なんで。俺は倒した後に聞いた。ああ、なんかね、でも大体こういうことじゃないのっていう仮説を立てると意外と合ってたりするから。はいはい、そうそうそう。だ、攻めてきたやつはドイツなのかみたいなところから交差中を、だそれ外れた時に一番気持ちいいんだよ。え、そこつバッテリー6本あるよ。1本だけなんで。シャンキュー。いや、ピースキーパーは使わない。じゃあ私が。いやー、キョウちゃん
セキロやってほしいな。やってほしいな。ちゃんと最後までやってほしいな。シャカ君から言わせたら俺最後じゃないんでしょ、ま、いやでももう一回原子炉倒したらもう最後、あ原子炉じゃねえ、うん、一心倒したらもう最後でしょ。いやいや認めねえ、すべての中ボスを。おじいかも。あ、いいかも、あげる、あげるぞ。あ、でも2、あ、あばるよ、はいらない。ウィンドマンの殺人光線とは無慈悲、もう名前聞いてもさっぱりや。スキンハンドガンの殺人光線、うん、あれ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 、ああ僕はもうずっとディボーションを探してるよ。ハッカーあったの。ハスパだったの。キョウちゃんバッテリーいる？バッテリーいるかな。あ、いらない、ごめん。あ、捨てちゃった。あれあれ。ポップアップを発見。ターボチャージャーだ。いやー、ちーそれ。これは使える。めっちゃピースキーパーあるやん。シールドセルを発見。お、銃声。夏ガン。ショットガンボルトを発見。スコープを発見。マジ。これは使える。俺もめっちゃ言われるんだけど。ロビン君にもうちょっと被害者になってもらって。何被害者って。いやめっちゃ俺過去袋をやったんですかって言われるけど、過去袋ってやつはやってないんだよ。過去袋俺もやってないんだよ。いけない。あ、うん、今被害者になってもらおうかと思ったんだけど、え何過去袋ってみたいな。過去袋戦いたいんだよ。あそこに2杯。あ、終わったんか。いや、まだ終わってないわ。やってるな、うん、いや、これ3発かけないです。行かなきゃよかった。これ右いる、シャガ君。オッケー、近い、俺気絶だ。前攻めてるわ。どこ処理する？今撃ってるやつ、こっち。キル確認。まだ2杯いるのか。うん、こっち俺が撃ったところに。こっち2杯ところじゃなくて3杯いるかも。は？弾おかしいぞこれ。どうなってんだ。この中入るわ俺。最悪こんな先にグレあった。おかしい。おセル割ったならさっき。いや俺ぶつかってんの。なんかクリプト。真ん中にいる。真ん中グレ入れた。食らってる。48割れた。1人ノック上。回った、レイソック。おぉキルかな、こいつ。ナイス。あれ、キョウちゃん今、レイスやった？なんかクリプトやってよ、俺。レイス俺がやった。あぁの、木漏れ日の中で。キョウちゃんそれ削れてるからね。はいよー。シールドをリチャージしてるところだ。ポータル奥はリングが縮むぞ。
やべ、HP 回復全然持ってなかった。俺が持ってる。 ありがとう。もう一個落としとくわ。俺が詰まった順ってなんだろうな。牛でしょ。牛？牛。ああ、ヒウシ？うん。いやー、ヒウシはでも言うても。みんな PS4 でやったの？いや、俺は Steam、マウスキーボード。俺も Steam。っていうか、なんか金シールドみたいな。いや、そうなんだよ。気づいちまった？ 2 階でしょ？ 2階、2階。でも近くに見ると見えなかった。これが蜃気楼か。はあ、金シールドだ。っていうことはもう一個どういうこと？獅子猿は俺意外とだったんだよね。多分40分ぐらいでクリアしたんだよな。獅子猿か。獅子猿詰まったからな。2匹、え、ロビン君2匹いる獅子猿やった？は全然詰まんなかった。あ、もうあそこ俺どえらいきつかったわ。鬼詰まった。全然つまんなかったって言えんのかな、あれ。でも俺的に1時間以内だったら全然つまってないと思う、うん、いやあれ1時間以内に倒したかな。結構3回目ぐらいでマジったような気がする。うん、持ったかも。それでも2桁挑戦しないと思う。俺ね、あのターゲットの切り替わりが不親切すぎて、あれあそこで切れたわ。あー、わかるわ。マウス振ると勝手にクンって横に行くんだよな。やっぱ PS4 よりも Steam 版で。あー、まあ PS4 の方が絶対やりやすいんじゃない、うん、絶対ってことはないか。まあでもやりやすそう。あの、うん、コントローラー操作がそもそも嫌いとかじゃなかったら多分。そうだね。俺はもうそもそもコントローラーでゲームできないから。毎回俺です、うん、OK。俺スイッチでポケモンやるときですら毎回確認してたからな、手元。あ、回った、ワットソン、ナイス。これ敵ウルト、こっち。オッケー。2人。あ、これ俺のウルト、ちなみに。あ、オッケー。僕のところ食らってないから多分地下降りだな。折れてるわ。終わった。あ、回ってる。ナイス。あとこっち。もうワンパも介入してきてるかも。あ、オッケー。本当だ。入ってきてる。二階のフォロー。あ、ロビン君のポータル入った。やべ。あ、最悪。やらかした。二人いるわ。こっち。よし。三人いる。あれ。俺の方来てる、殺しに来てる。一人は回ってる。バスの後ろまで下がる。下がれた。えっ、一人、二人どうもない。あー、一人。起きれるかそれ大丈夫そうだ。いけた。やり合ってるわ。あ、回ってるそれ。オッケー。ノックってか終わった。もうワンパここにいる。オッケー。下下下。俺の後ろもいるわこれ。カス当たり。こっちいなくなった。こっちノック。あとこっちでもそれ飛んでる。ピョンピョン。ワードさんが。おっと。回れてる。ナイス。おお。助かるー。
スパトソン起きたんか。あ、俺多分時間的にトップ2は分かってんだよな。一番上はエンサ。